2号艇は真田英二選手です、はい、輸出おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでオール2連体です。はい。どのようにエンジン仕上がってきているでしょうか。そうですね、行き足中心にいい感じですよね。全体的に見ても伸び等々他の足からしてもまずまずの足ではありますか。そうですね、バランス取れていい感じです。優勝戦に向けての調整方法は何かお考えでしょうか。そうですね、もう気温に合わせてペラの微調整ぐらいですね。大村水面の印象はどのような印象ですか。そうですね、ちょっと風が強いっていうイメージが強かったんですけど、はい、風というとスタートちょっと気になるところですが、スタート感っていうのはちょっとまだバッチリではないですね。さあ、それでは意気込みそしてファンの皆様へのメッセージを最後にお願いします。明日優勝できるように頑張ります。